桃。うん、おお、どうしたの東田さん、さっきから一人で。あ、いえ、こんなちゃんとした格好をしたの初めてなので、なんだか落ち着かなくてそわそわするというか、なんというか楽しいんじゃない。自分の姿を人に見てもらいたいなんて思うの、きっと初めてでしょ。確かに、いつもはできる限り見られたくないと思ってます。そうそう、暗い色の服ばっかり着てみたり、必要以上に早足になったり、チラシ配りの人の目をかいくぐったり、胸が目立たないよう背中を丸めたり。ごめん、それはやったことない。あれ？一番重要では？